あなたたち誰？Cと呼んでもらおう。ナーディアだよ。スウィンだ。君は？ラピス、ラピスローゼンベルク。うん、ここに来てまさかの人身売買。なわけないと思いたいが、それにローゼンベルクといえば確かあのご老人の。ヨルブ・ローゼンベルク、その界隈では知らない者がいないほどの希代の人形技師だったな。ここでその名前が出てくるということは、あのおじいちゃんの隠し子というのは冗談で、ほら見て、この子の手足、この関節部、まさか人形なのか。本物の人間じゃないとは思えないほど精巧で綺麗な顔。逆に本物の人間にはこの完璧なバランスと儚い美しさはありえないんじゃないかな。まさに至高の芸術品か。マイスターの名は伊達ではないようだ。その通りよ。そう、私は誇り高きローゼンベルク人形。あなたたちなかなか見る目があるのね。あれ？でもそうなると簡単な会話ができる動力仕掛けのオートマタなら聞いたことはあるが、これほどまでに確かな自我と思考、さらには豊かな感情表現を持つ人形か。やはり普通ではないな。当然よ、最新式のローゼンベルク人形だもの。それだけじゃ説明がつかないだろう。ラピスと言ったな、お前は一体何なんだ？さっきから言ってるじゃない、ローゼンベルク人形よ。それ以外は？それ以外？何かあるはずだ、お前にしか知らない情報やお前にしかできない特技は。それは出ないとおかしいだろう。怪しい黒服の集団があれほど執拗に狙っていたくらいだからな。私はさあ、何でもいい、話してもらおうか。スーちゃん、お、どうしたナーディア？それ中にいろいろと詰め込んでるんだろ。シャレにならないほど痛いんだが。スーちゃん質問しすぎ。ほら、こんな小さな子を泣かせちゃって。あ、すまん、そんなつもりは。俺が悪かった。違う、そうじゃない、思い出せないの、どうしても思い出せない。思い出せない？ここで目覚める以前の記憶が全然思い出せない。記憶領域にデータの欠損があるみたいで。単に初めて起動したからじゃないのか？それはわからないけど、私には大事な使命があるはずなの。絶対に果たさなければいけない一番の目的が。それも思い出せない？うん、名前とローゼンベルク人形であること以外何も。私が何者なのか、何のために生まれたのか、全部全部なくしちゃったよ。どうしよう。失ったのなら取り返せばいい。何か方法があるの？さてな、探せばあるかもしれないし、ないかもしれない。この人適当だよ。
お前が言うか。いずれにせよ、君は私のところに届けられた。背後にどういう思惑があるかは定かではないがな、私と行動を共にすることが結果的に君の果たすべき使命とやらにつながるのではないか。おそらく君の存在は何か重要な事実につながっている。確証はないが、私が私の目的を果たすためには君のことが必要になるかもしれん。だから私に協力しろ。その代わりとして君の自分探しにも付き合ってあげよう。さあ一緒に来る気はないか。我々の利害は一致するはずだ。分かった、付き合ってあげるわ。光栄に思いなさい。さてこれで依頼は達成だな。次はどこに行こうか。なあちゃん、長期休暇を求めます。残念ながら俺たちにそんな経済的な余裕はない。そんな、いくらごねてもないものはない。ほら行くぞナーリア。待ちたまえ。まだ何か用？荷物はちゃんと届けた。アフターサービスまではさすがに仕事の範囲外だぞ。範囲外なら範囲内になるよう新たに契約すればいい。どうだ、私に雇われる気はないか。どういうつもりだ。これからやろうとしていることで少々手が足りなくてね。君たちの腕を見込んで私の目的が達成するまで協力してもらいたいのだよ。ねえ仮面さん、率直に言うけど怪しすぎー。怪しいが顔に書いてあるような相手から依頼を受けるわけないでしょ。まあ顔は見えないけど怪しいだってそして何より面倒ごとに巻き込まれる予感しかしないもん。なあちゃんはそんなに働きたくない。断固拒否。そういうわけだ。悪いが他を当たってくれ。まあそう結論を急ぐな。もちろん報酬は弾むつもりだ。この額ならどうかね。あくまで前金だ。成功報酬はさらにその3倍を支払おう。乗った。おい、こんなにやればもう遊んで暮らせるよ。夢のゴロゴロライフだよ。そうだな、働き次第ではボーナスもつけようではないか。おお、スーちゃんスーちゃん、これはもうやるしかない。やらない手はないよ。落ち着け、冷静に考えろ。こんなうまい話、むしろ怪しさが増す一方じゃないか。見たところ君たちは遊撃士ではなさそうだ。かといって傭兵の類とも違う。その年でその腕、訳ありなのは間違いないだろう。これは君たちにとって悪い話ではないはずだ。安寧を求めるなら、ことが終わった後、そのミラで安全な土地にでも住めばいい。それこそ、二度とこんな怪しい依頼を受けずに済むようにな。一つだけ条件がある。何かね。俺たちは人を殺さない。それでいいならあんたに雇われてもいい。ああそれで構わん。なら契約成立だ。はあ、まあなるようになるか。いざとなったらナーディアは俺が守る。何としても。
私の番ね。